島村大君。令和の時代に入りまして、トップバッターとして、えー、質問をさせていただくことをです、ねえー、関係各位、また委員の先生方に本当に感謝をさせていただきたいと思っております、えー、さて、今回の健康保険法の一部改正する法律案でございますが、えー、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るためだと言われておりますが、 本法案の背景には、我が国のこれからのですね、さらなる目標として、真の健康長寿国、日本だと思っております。そのために、今の日本の現状と少し議論されていることを少し私からお話をさせていただきたいと思っています。現在、日本人の平均寿命はご案内のとおり、着実に伸びておりまして、平成29年には男性が80.98歳、女性が 歳といずれも過去最高を更新しております皆様方、昭和45年、いくつぐらいだったか覚えてらっしゃると思いますが、昭和45年には男性が約70歳、女性が約75歳でありましたので、ここ50年間で男女とも10歳以上長寿、長生きする時代になったと言われております。また、70歳時点の平均余命を見ると、寿命はさらに伸び、 男性が約86歳、女性が約90歳とな,る、えー、なっておりまして、人数的には、えー、90歳を超える方が全国で200万人以上、このうち100歳を超える方が、えー、現在でも約7万人以上に上っておりまして、えー、人生100年自体は決して大げさではなく、現実的なものになっていると言われております。そして、えー、寿命、健康寿命とか平均寿命の寿命以外にもですね、 働き方や世代構成の面で社会に大きな変化が起きております。これまでは現役の間は夫が会社勤めをして稼ぐとともに、専業主婦が家庭を守り、定年退職後は年金を中心とした公的社会保障制度を世帯が支えるというモデルで成り立っておりました。これは昭和、平成の初めの頃まではこれで成り立っていたと思います。しかし、現在ですね、 この社会保障は、現役世代のときは、会社ですね、現役世代の社会保障、そして所得保障や住まいの確保、各種手当などは、企業が事実上になっている形となり、公的社会保障制度は主に高齢者向けに特化すれば、その役割を果たしてきたと言われております。 ところが近年は働く女性の増加に伴って、共稼ぎ世代が当た,当たり前になっており、夫が単独で働き、専業主婦が家庭を守るというモデルが崩れて、久しく時代となっております。働き方の多様化も進み、学校を出て正社員として企業に就職し、定年まで働くという形が必ずしも主流ではなくなってきております。 世帯の形も変化し、3世代から家族世帯に移行して、近年では単身世帯や夫婦のみの世帯、ひとり親世代の割合も増加していると言われております。このように社会が大きく変化して、高齢者に手厚く現役世代には手薄だった制度を作り替え、人生100年時代に対応できるよう、 若者や子育て世代を含めた全世代型社会保障を構築していく必要があると思われております。言い換えれば、生まれてから亡くなるまで、えー、人生一生幸せに暮らすために赤ちゃんも子お子様も学生も 若者も子育て世代も、働き盛りも定年後もそれぞれライフテージに必要な保障が受けられる、全世,世代型社会保障を構築していけなくちゃいけないと考えられております。この考え方は、政権交代前のから与野党ともに超えた共通認識だと私は思っております。そこで令和の時代に入りました、 えこういうことを国民委員会保険制度をしっかりと守っていくためには、えー、大臣のこの令和の時代にあった国民委員会保険制度を含めて、大臣の意気込みをまずは聞かせていただきたいと思います。よろししくお願いします根本厚生労働大臣あの今、えー、委員から様々な、えー 社会のの変化話が国は国民皆保険のもとで広く国民に医療へのアクセスを保障することを通じて、えー、世界最高レベルの平均寿命と医療保険水準これを実現してきてまいりましたで一方でこれからを展望しますと人口構造における高齢者の増加と現役世代の急減 医療技術の高度化に伴う費用対効果の問題など、新たな局面における課題への対応が必要だと考えております。で厚生労働省としては、今、全世代型の社会保障というお話がありましたが、まさにこれから全世代型の社会保障を構築していかなければならないと思っております。だから国民誰もがよより長く元気に活用できるよう元気に活躍できるように 社会保障全般にわたる改革を着実に進めていく必要がありますが、こういう観点から私を本部長とする、2040年を展望した社会保障・働き方改革本部を省内に設置して、今、具体的な検討を進めております。この,この本部の考え方の検討の三本柱、これ、一つは高齢者をはじめとした多様な就労社会参加の環境整備をする。 2点目は就労や社会参加の前提となる健康寿命の延伸、健康寿命を伸ばしていく、さらに3点目は労働力の制約が強まってまいりますが、この中で AI ・ ICT ・等の活用による医療福祉サービスの改革を進めていく、この3本柱でしっかりと2040年を展望した改革を進めていきたいと思っております。あの特に医療保険制度については、 予防健康づくりの取り組みなどを推進して健康寿命を伸ばし社会の活力を維持していくとともに引き続き給付と負担の見直しなどによる制度の持続可能性の確保に取り組んでいくこととしておりますこのような取り組みを通じて今後とも世界に勘たる国民解保権これをしっかりと堅持してこの新しい時代令和においてもしっかりと国民の安全 安心な暮らしを保障していきたいと考えております。島村大君。はい、大臣ありがとうございます、えー、今大臣からもお話ししていただいたようにですね。やはりこの世界冠たる国民会保険制度を、えー、昭和36年にできております。この国民会保険制度がやはり50年以上も経っておりますので。 やはり何の制度もそうだと思いますが、制度疲労を起こしているのはもちろんそうです、また時代が変わっております、えー、この昭和から平成、そして今、えー、令和の時代に入ってきております、やはりこの令和の時代に合ったこの、えー、社会保障制度、そして国民皆保険制度をぜひ、ね、ともです、ねえー、この全世代方があの方々から見ても、えー、素晴らしい制度に私どもはです、ね、しっかりと我々も応援をさせていただきますので、政府としましてもしっかりとこれはですね、 先ほどお話ししました、2040年の展望に向けての会議もですね進めていっていただきたいと思っております。そこで,です、ね、この健康寿命の話を後ほどさせていただくんですが、やはりこの国民皆保険制度を守るためには、健康寿命延伸ということが一つの大きな柱になると思います。でこのの健,健康寿命延伸のためには えー、予防、そして健康づくり、検診等々が、えー、これが大切な大きな柱になってくると思います。で、この、えー、予防に関しまして、えー、少しちょっと一つの事例をお話しさせていただきますと、がんですよね、が、え、ん、ー、対策に関しましては、今、予防、健康づくり、検診が必要だと言われておりますが、現在、日本人はがん、えー、と診断される方が二人に一人だと言われております。 これも、えー、いわゆるそのがんの予防と検診をです、ね、充実させていかなくちゃいけないんですが、先日です、ねえー、あるタレントさんが口腔がん、口腔がんとして、えー、発表をなされ、手術をなされました、でこの口腔がんに関しましては、やはり今の、えー、厚労省の考え方ですと、気象がんの中に残念ながら入ってしまっていると。 確かに今の癌患者罹患数から言いますと、2016年で約99万人の方が罹患しておりまして、その中で口腔癌はですね、約2万人だと言われております。ですから確かに人数的に、割合的には少ない気象癌と言ってもしょうがないと思っておりますが、ただ、 毎年亡くなられる方が約7800人の方が、口腔がんで亡くなると言われております。でこの割合は、ですね検診やワクチンが進んでます子宮頸がんから見ますと、子宮頸がんでは約2800人と言われておりますがから、人数的にはこの亡くなられる方が残念ながら多いと言われております。でですすからこういういをですね一つの えー、今回の非常に、えー、話題となっておりますので、そこをです、ね、一つ皆様方に、口腔がんというのはどういうことかを、えー、ご理解していただきたいと思っております。分かりやすく皆様方のお話をすると、少し話が飛びますが、四ツ谷階段というのがありますよね、この四ツ谷階段に出てくるお岩さん、この方は実在の方がいると言われておりますが、この方はです、ね、若くして、 上額がん、いわゆるここの上顎のがんになってしまって、そこ、若い方ですので、進行が早く、顔面が見にくい変化をして、いわゆるこの腫瘍がですね硬くなってしまって、この見た目がですね、お岩さんだと言われている、これが鶴や南北さんが作った話だと言われております。またですね、私の診療室がですね、 浦和、えー、にあるんですが、ここは航空外科専門でございまして、今回、この航空外科専門の診療室です、ね、あの2月から、えー、タレントさんが発表なされた後ですね1ヶ月にです、ね、約100人強の方が、この航空がんを疑う本人が心配で、実際的に診療に来ていただいております。これはですねやはりすごい数でございます。 で今、この口腔がんに関しまして、先ほどお話ありましたように、今、うちの診療室で約100名の方が来ていただいて、そのうち4人ですね、4人の方が、これは全顔病変と言い,いまして、疑いですけど、全顔病変の疑いとして、専門病院に送らせていただきました。このようにに、ね、今あの非常に 世間では、国民の間では、この口腔がんの怖さっていうのを非常に今、言われておるんですが、なぜこれが怖いかっていうと、今お話ししましたように、一つは見た目の問題、口腔癌になってしまうと、やはり顔ですので、非常に顔が変化してしまう、また機能的にはですね、特に舌であると、ベロでありますと、舌の機能がやはり落ちる。 やはりその舌を例えば半分切断しますと、半分は確かに残りますが、半分を移植するわけですね、移植しますが、この機能っていうのは、やっぱり普通の舌とは機能が同じような機能はできないと、で皆さん方、よくごっくんと演芸をするときに、このベロをですね上の上顎につけていただいて、ごっくんすると簡単にごっくんできるわけです。で、このベロをですね上顎につけずに口を開けたままごっくんしてくださいって言っても、これはなかなかごっくんできないんですよ。 要するに陰圧にならないですから、ごっくんできないです。ですから、やはりそれだけの一つの大きな、えー、食べることに関しましても、ベロが必要ですし、私、英語が得意じゃないですが、よく言われます L, L と R ですね、この違いはこのベロの使い方だと言われております。こういう発音問題も非常に関係するのがこの舌でございます。ですからこの 気象がんと言とわれておりますが、ぜひともです、ね、これをです、ね、国民の皆様方に、どのように広めていくかということをです、ね、大切なことだと思っておりますが、今現在です、ね、厚労省としてこの啓発活動をどうしているかを、まず一つ、教えていいいたただきたいと思います宇都宮健康局長。お答えいたします。 ご指摘いただきましたように、国民の2人に1人がかかると言われておりますがんは、国民の関心が高く、正確な情報の普及は重要であると考えてございます。厚生労働省といたしましては、第3期がん対策推進基本計画に基づいて、国民が必要なときに自分に合った正しい医療情報を入手し、適切に治療や生活等に関する選択ができるよう、 科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制の整備に取り組んでいるところでございます具体的には国立がん研究センターのサイトに国民の方に信頼できる情報を分かりやすく提供するためのがん情報サービスを設置してございます このサイトにおきましては、各種がんについて基本的な知識、検査、治療方法などの情報を提供してございまして、舌がんをはじめとした口腔がんの情報を提供がなされているところでございます。ご指摘いただきましたように、口腔がんについても、国民に広く啓発することが重要でございます。こうした取り組みを通じまして、今後はさらに関係団体等とも連携して、口腔がんの正確な情報の普及啓発に取り組んでまいりたいと考えてございます。 島村大君、はい、ありがとうございます、あのー、今の、えー、ご答弁いただきまして、いつもいろんな委員の先生方がおっしゃっておりますように、確かに、えー、ホームページ等々で、えー、この啓発活動はしていただいておるんですが、例えばです、ね、この口腔、えー、がんを含めまして、そのがんに対してのホームページでどのぐらい見ていただいているかとか、どういうふうに入ってきているとか。 どこからこの入ってきてるとか、そういうことを、やはりもう少し、これはですね調査をしていただきまして、やはりポータブルサイドじゃないですけど、やはり国民の方々がどういうキーワードで入ってきてるのか、そしてそのキーワードがどこから来てるのかとか、そういうことをやはりもう少しですね、 がん、あのー、センターでもいいんですが、やはりそこまで入っていくのは非常に時間がかかるのと分かりづらいということがありますので、ぜひともです、ね、そこは、えー、検討していただけると思いますので、検討はやらない検討ではなくて、やる検討、ぜひとも検討していただきたいと思っております。で、えー、今お話し,しましたように、えー、もう一つはです、ね、ここの航空がに関しまして、現場で非常に、 今、困っていることはです、ね、えー、先ほどお話しましたタレントさんがなんであそこまで重症化してしまったかということなんですが、一つはです、ね、あの方も難病であるお薬を飲んでおりました、でそのお薬の副作用が口内炎だということでございます。ですから、口内炎とこの口腔がんの識別がです、ね、やはり非常に厳しい、難しいということも確かにございます。 ですから、こういう難しいことをです、ね、さらにやはり、えー、指針、触針だけではなくて、えー、このいわゆる機械的な、またスクリーニングができるようなことを開発してほしいんですが、こういうことを言いますと、ぜひともやるとは言ってくれるんですがぜ、実際的にはなかなか進んでない、じゃあなぜ進まないかと言いますと、やはりこのいわゆる、その、 口腔がだけではなくて、いろんな機械のいわゆる、以下の機械、それから我々の歯科の機械もそうなんですが、ある程度やっぱりシェアがないと、メーカーさんはなかなかやっぱりあのそこを作ろうっていう気にはなってくれないわけですね、で残念ながらですね、以下と違いまして、我々の歯科は、このメーカーさんを見まして、 例えば日本に、このいわゆるこういう航空癌とか、歯科に専門特化したメーカーが、ですね一部上場の会社が、やっと数社しかないんですよ。あとはもう中小企業。 ですからやはりシェアがどうしても小さい分、企業もなかなかそれだけ育たない、そしてじゃあ、今これだけのグローバルの時代だと言いますので、世界に目を向けていただきたいんですが、これは確かに世界は向けるようにしてるんですが、これは医療系だけでなくて、どの産業ももちろんそうだと思いますが、海外には目を向けてる、ただ海外に売りには行きたい、でも何が難しいのか、一つは売りに行くルートは確かに難しい点はある。 ただ、それを売りに行っても、その後のメンテナンスだけの体力のある会社がなかなかない、これはもうどの業種でも一緒だと思います。ですから、そういうことを含めまして、ですねやはり、この厚生労働省としても、これはいや、経産省の話だとかなってしまうかもしれませんが。 ぜひともです、ね、そういう弱小の、えー、医療機械をどのようにバックアップするかをです、ね、ここはです、ね、やはり、えー、もう少し一歩踏み込んで,です、ねえー、世界戦略として、えー、総理も言っております、この医療機器をです、ね、やはり我々はしっかりと海外に売り込むのも一つの大きな、えー、これはです、ね、柱になると思いますので、ぜひともそこはです、ねえー、この厚労省としてもです、ね、そのバックアップ体制を考えていただき、 そしてこの開発にです、ね、ぜひ後押しをしていただきたいんですが、現在の厚労省の考えを教えていただきたいと思います宇都宮健康局長。お答えいたします。口腔がんを早期発見することは重要でございまして、早期発見を進める一環として、医療機器を含めた診断方法の開発を推進することが重要であると考えてございます。 厚生労働省では、がん研究10カ年戦略に基づきまして、研究等を推進してございますが、先月に公表いたしました がん研究10カ年戦略の推進に関する報告書の中間評価におきまして、戦略の後半期間に取り組むべき研究として、まず患者に優しい新規医療技術開発に関する研究、それからがんの予防法や早期発見手法に関する研究が挙げられたところでございます。また その報告書におきましては、医療機器にも関わることでございますが、早期に発見することで、治療成績の改善を実現できる可能性があるため、工学や理学との異分野融合も進め、新たな早期発見の手法の開発を重点的に推進するとされたところでございます。こうしたことを踏まえながら、口腔がんを含みます希少がんの診断に向けて、研究開発の推進に努めてまいりたいと考えてございます。 島村大君ありがとうございます。ぜひともですね、この件に関しましても進めていただきたいと思っております。そしてです、ね 先日、我々自民党の中での議連、歯科議連でですね、この航空がに関しましての勉強会をさせていただきました。で、その中でですね、私の母校であります、東京歯科大学の航空外科の柴原教授がですね、三つだけ皆様方に、我々議員に対して、また厚労省に対してお願いをしておりました。その一点がですね、 今お話しておりますように、国民は口の中にがんができるということをあまりにも知られてない、やはりこれの啓発活動をさらに進めてほしい、そしてです、ね、もう一点はです、ね、やっぱり検診の場を広げてほしい、これは市町村も確かにやっていただいておりますが、これは自主的に市町村がやっていただいているところだけでございます。今確か市町村が 1700いくつあるわけですね、1718市町村がありまして、実際的に口腔がん検診を実施している市町村はです、ね、71市町村だと言われています、パーセントとして4.1%、これだけの市町村が自らやっていただいておりますが、やはりこの検診をです、ね、市町村も,もちろん、憲法組合もで,す、ね、できる限り、さらに皆様方の後押しで,です、ね、これが広がるようにやっていただきたいと思っております。 またもう一点は、今、いろんな働き方改革とか、病院の病床機能分化とか、いろんなこの改革を病院でなさっていると思いますが、この病院の中に、大学病院等、中学病院まではどうにか航空外科の分野はございます。ただ、それ以外になりますと、この航空外科という分野がですね非常に今、少なくなっている、逆に減っているぐらいの状況でございます。 でこれはなぜ減っているかといいますと、やはりです、ね、どうしてもこの口腔外科っていう、えー、一診療科として考えますと、採算がなかなか合わない、でこれが一番の大きな理由だと言われている、ただ、今お話し,しましたように、口腔がんを我々開、えー、業医のレベルで、私の先ほどお話し,しましたあの浦和の診療室もです、ね、専門医が2人います。 そのレベルでも、やはりそれは対応しきれずに、やはり大学病院との連携をしていかないと、病診連携がないと、これはやっていけません。しかし、その病診連携をやるための、病院の中に口腔外科の残念ながら診療科が浦和でも少ない状況でございます。なぜかここの地域はですね 東京の北の方にですに、ね、大学病院、日大とか帝京大学がありますので、そして裏の北の方にはございます、ちょうど裏の南の方っというのは、そういう大学病院とか大きな病院がございません、ですから、この航空外科ももちろんない状況になってしまってますので、やはりですね、えー、この、えー、ある程度、えー、200床とは言わませんが、まあ 300床ぐらい以上の病院にはです、ね、ぜひともこういう口腔外科の分野をです、ねえー、入れていただき、やはりです、ね、この採算だけではなくて、隣にいるあの地味先生の小児科も非常に厳しいと言われておりますが、やはりですね、この。 え厳しいのは分かりますが、医療機能、あの病床機能分化で、ただ単に、えー、慢性期を増やすだけではなくて、しっかりとです、ね、そういうことはです、ね、考えていただきたいと思っております、で最後にです、ね、もう3つ目に言われたのが、ね、じゃあなぜスクリーニングとか、えー、ゲートキーパーになる開業医の先生方が、この口腔がんに関してなかなか難しいかと言いますと、 これはですね、もちろん我々も、さらにこれはです、ねえー、医療の技術、それから、えー、しっかりと勉強していかなくちゃいけない点も多々あるんですが、もう一点はです、ね、やはりこれはです、ね、診療報酬がゼロ点でございます。やはりその診療報酬にです、ね、やはりこの、えー、いわゆる口腔がんを、えー、これを審査した場合にはです、ね、やはりこれはですね、えー、加算でも構いませんので、少しです、ね、これはです、ね、やはり、えー、つけていただきです、ね、やはりこの、 がんに対して、先ほどお話ししましたように、この見た目の問題、そして機能的なこの口腔がんのマイナス点、それからもう一つはです、ね、残念ながら、一つ非常に寂しいデータがありまして、口腔がんの方々はです、ね、自殺する方が一番多いんですよ。 そういうデータもしっかり出ていますので、ぜひともですね。ただ、単にですね、その気象がというふうにくくるんではなくて、やはり一つ一つですね。これは考えていただきたいと思っております。まあ、あの国が馬鹿な話していますと、今日の話に行けませんので、これは大臣、ぜひともご理解していただきたいと思っております。そこで、えー、この健康法一部改正に関しましての。 ことに関しまして、今、予防とか健康づくり、健康寿命、延伸に関してのことをお話しさせていただきましたが、今回の健康法等の一部改正に関しての趣旨や、この改正で国民や患者さんに何が変わるのか、また何が良くなるのか、メリットがあるのか、また医療機関に対しても何が変わるのかということを教えていただきたいと思います。大大臣臣よろししくお願いします根本厚生労働大臣 <laughs> あの航空がんの話、私も <coughs> 非常に興味と関心を持って聞いておりました。大変航空がんというのは、えー、これからの対応をしっかり進めていかなければいけない、いけないがんでもあると改めて感じました。あの、今、先生のお話ですが、えー、近年、国民の健康寿命が伸びて、医療に対する国民のニーズが多様化する中で。 これまで以上に予防・健康づくりの取り組みを充実することが求められております。また、社会・経済のあらゆる分野において ICT 情報通信技術が目覚ましく発展している中で、医療分野においても情報化の推進によって良質な医療をより効率的に提供することが求められております。この法案はこのような状況を踏まえて、 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るものであり、今後の医療保険の情報化、効率化、合理化に大きく一歩を踏み出すものであると考えております。あのメリット、どういうメリットがあるのか、意義があるのかということがありました。具体的には、オンライン資格確認の導入によって、患者は保険証はなくても、マイナンバーカードによって、 医療機関を受診できることになりますそして、医療機関では、被保険者の資格情報を医療機関でリアルタイムに確認できるようになり、執行した保険証の利用による、看護請求の事務コストが大幅に減少いたします。また、NDB、介護 DB の,あの連結解析やデータの第三者提供によって、 各自治体や研究者などにおいて、さまざまな分析が可能となりますので、医療・介護提供体制の効率的な整備に資することになります。また、高齢者の保険事業と介護予防、これを一体的に実施することによって、住民に一番身近な市町村が、高齢者の集まりやすい場所で、健康づくりと介護予防の活動を、 同時に行うことで参加者を増やしてそして国民の健康寿命の延伸につながるということが考えられますあの国民や患者医療機関それぞれにメリットがあると考えております島村大君ありがとうございますいろいろとこう国民の皆さんに対して今大臣が説明していただいたようにですね え使い勝手が良くなる、またあのマイナンバーカードを利用して、この医療機関とえ憲法組合、それから支払い基金、国保組合とのつながることによって、旧のえ保険証じゃない、しっかりとした番号がこれがですね医療機関に分かるということは、これは非常にいいことだと思っております、そしてですねそれを少し先に進んで,で、のこの医療機関からよく言われるのは、確かに、 賛否両論あるんですが、このキャッシュレス、キャッシュレスを医療機関でも進めることができないかということを言われております、でこれはです、ね、私の診療室もなるほどなと思ったんですが、私の診療室のです、ね、あるスタッフがです、ね、私にこういう質問をしたんですよ、先生はお金を両替銀行に行ったときに、どのぐらいかかるか知っておりますか。 どういう意味かと言いますと、これ、両替するのに今、お金がかかるわけです。負担がかかるわけです。私もすみません、これはです、ね、知りませんでした。これは皆さん、両替をすると、ATM の機械でやっても、ちゃんと手数料っていうのがかかるわけです。で、これと、いわゆる、まあこの、このうちのスタッフ、素晴らしいなと思ったんですけど、行って帰ってくると、大体30分ぐらいかかると。30分、先生、人件費がか,んか,あのかかってるんですよと。 なるほどなと思って、私より経営的に能力があるなと思ったんですが、そういうふうにです、ね、今の現金でやり取りしてると、両替をするだけでその手数料、それから人件費がかかっていると。 もう一つは、ですねこの会計時に、ですねやっぱり両替あ、ごめんなさい、その現金で支払いをしていると、どうしても時間がかかると、確かに私もそれを言われまして、初めて私もあるコンビニのカードを買いまして、カードで手あのあの支払いをしていると、確かに早いんですよね。 私もなるほどなと思って実感しております。まあそういう意味ではですね、医療機関もですね、このキャッシュレスに向かっていくべきだと私は思ってますが、まあなかなか銀行が、あの、ごめんなさい、そのネットのつながってない年配の先生方もいますので、いろんな問題点は確かにあるんですが、ただ今後は進めるべきだと思ってます。ただそこで一点ですね、あの、このキャッシュレスにしますと、 今、ポイント、クレジットカードもそうですし、いろんなポイント制度が、えー、今あると言われております。このポイント制度に関して、今、厚労省は、医療機関に対してのキャッシュレス化が進んでも、ポイントに関してどう考えているかということと、もう一つはですね、これ、あのご案内のとおり、これ、クレジットカードとか、えー、いろんなカードを使って、まあ、その会社との手数料がかかるわけですが、手数料に対しての、 業種によってのやっぱりこの手数料が違うと言われておりますでこの手数料も医療機関も決して、えー、この国民健康保険制度から言って、その厳しい制度からいきますと、何パーセントかの手数料を支払うのは、やはり厳しいということも、確かに相反してあることはあるわけです。ですから、その辺を考えまして、今、厚労省としてはキャッシュレス化に関してどう考えているかを教えていただきたいと思います吉田政生局長。 お答えいたします厚生労働省といたしましても、医療機関での支払いに、クレジットカードや電子マネーなどが使用できるようになることは、患者の利便性の向上、あるいは医療機関における事務の効率化につながるというふうに考えてございます。我が国全体のキャッシュレス化の推進につきましては、平成30年度に、産学館から構成されます一般社団法人キャッシュレス推進協議会が設立されております。現在この協議会において 医療分野も含めた関係団体とも協力しながら、これ、過称ではありますけれども、医療機関等におけるキャッシュレス普及促進に関するプロジェクトに向けて調整が進んでいると承知をしてございます。医療機関におけるキャッシュレス化については、引き続き、私ども関係団体や関係省庁と協力しながら取り組んでまいりたいと思います。なお、あのポイントについての,あのお触れになりました。ポイントの付与につきましては、医療保険制度において、 保険医療機関等が独自に付与することは原則し禁止してございます。他方、クレジットカードや電子マネーの支払いで生じるポイントは、これらのカードなどが患者の支払いの利便性向上が目的であることに鑑みまして、当面やむを得ないとして認めることとしております。島村大君。はい、ありがとうございます。今、ポイントに関してのご説明をいただきましたが、まあ、結論としましては、今現在、現時点としては、 各、えー、いわゆる、えー、薬局とかそういうこ、そういうところの会社が個人的にやっているポイントは、まあ、いかがなものかと、ただ、クレジット会社とかそういうところに関しましては、キャッシュレス化を進めるためには、まあ、今のところは、えーまあ、そこに関しては、えー、この厚労省としてみても進めるべきだということで、今お話ありましたが、まあ、確かにあの言ってることは我々も分かりますので、ただ、えー、これはですね、その 今お話し,しましたように、その決済の手数料、それから初期の導入費とか、いろいろと問題点もございます。まあ、この辺をですね、今回のえいわゆる消費税がもし10%に上がった場合には、このレジに関しましては、このえ10%対応に関して、経産省が少し補助金を、助成金を出しております。まあ、こういうことを含めましてですね、やはり全体的にキャッシュレス化を 厚労省としても、もし進めるというふうなお考えであるなら、一緒になってです、ね、これは省庁を超えてです、ね、やはり医療機関も、これはキャッシュレス化を進めていくべきだということをです、ね、あの検討委員会、これ、確かあると聞いておりますので、そこでしっかりと議論していただいて、私はです、ね、やはり我々より若い先生方はです、ね、やっぱりこれは進めるべきだという考え方の方が多いんで、 ぜひともですね、ここはですね、導入しやすいような方法も,もしあの少し考えていただきたいと思っております。そうしないとですね、これ、今、クレジットカード、デビットカード、えー、交通系のスイカパスモそれからまあいわゆるあのバーコード決済、QR ー決済とか、いろいろとございますが、 これの全部の、えー、リーダーを、全部これをですね揃えると相当な数になりまして、一括でできるのも確かに今、できてるみたいですが、一つ一つこれをです、ねえー、購入すると相当の数で相当な金額がかかりますので、そこはぜひ、ね、とも、えー、厚労省としてどういう方向性がいいかということをです、ね、やはりそのとあの検討委員会で,です、ね、進めていただければと思っております。 そして、時間がすみません。だいぶなくなったんで、一つ飛ばしていただきまして、外国人労働者の就労環境の環境につつ整備について、お話を聞かせていただきたいと思っております。出入国法、管理法が改正され、本年4月から新たな在留資格である特定技能の労働者の受け入れが開始されました。今後、受け入れが本格化していくと思いますが、外国人労働者が増加していく中で、 健康保険法改正案に盛り込まれている医療保険の資格管理の適正化も必要であり、日本人労働者と同様、適正な労働条件と雇用管理の確保をさらに進めていくことが重要であると思っております。えー、厚生労働省として、この点を含め、外国人就労環境の整備について、どのように取り組んでいくのか、お話、お伺いさせていただきたいと思います、お願いします。高階厚生労働副大臣、はい えー、特定技能資格によって在留する外国人労働者がその能力を発揮していただくために、 安心して働くことのできる環境を整えることと同時に、一人一人が生活者であることを尊重いたしまして、社会の一員として迎え入れる環境を整えることが重要と考えてございます。政府といたしましては、共生社会の実現に向けた取り組みを進めているところでありまして、厚生労働省といたしましても、生活面を含めた調整ということを一生懸命頑張ってやっていきたいと考えております。 お尋ねの労働社会保険の適用についてでございますけれども、関係法令の定めるところに従いまして、日本人と同様に必要な手続きを取ることが定められております。具体的には事業主に対しまして、外国人の雇い入れ、あるいは離職の際に、ハローワークに対して、 外国人雇用状況届出を提出することになっておりまして届出の機会を通じまして私ども資格管理の適正な運用を図ってまいりますなおこれらの事業主が講ずるべき措置につきましては外国人雇用管理指針を定めておりますこの中には労働保険社会保険以外にも労働条件安全衛生そして募集採用さまざまな内容を 含めた指針でございまししてて有効活用していた、だくように周知徹底を図ってまままいります、ま、た、えー、就労環境につきましてもお尋ねをいただきました、まずは地域生活面も含めた切れ目のない支援を行うことが重要でございます。各種行政サービス、例えばごみ出し、買い物、交通安全、えー、乗り物、どういうふうに使うかといったことも含め、暮らし、 に必要ととなななるような基礎的な情報ををまとめた生活就労ガイドブックを作成してお,りますお一人お一人の方に、これらを活用いただきまして、暮らしに役立てていただきたいと思っておりますので、積極的に活用を進めてまいります。また、改正入管法におきまして、新たに健康状態が良好であること、 を上陸の要件としてございますこうしたことから、現場ではその確認のために、入国する前に健康診断個人票の提出を求め、確認することとしております。入国後は事業主、事業者が労働安全生法に基づきまして、雇い入れ時 そして、年1回の医師による検診を義務づけておりますので、こうした健康管理についても指導等を徹底してまいります。と、え、も、ー、に働き、暮らす大切な人材として、外国人労働者が日本人同様に持てる能力を生かせるよう、整備に取り組んでまいります。島村大君はい。 えー、詳しくありがとうございます。あの、一点だけあのー、今回の、えー、外国から、えー、日本に来ていただいている来、来ていただく方で、えー、その母国の、えー、健康診断書が必要だということになっております。で、こ,これは私何回も厚労省の方々、または法務省の方々のお話してるんですが、しっかりとその母国の病院がですね、えー、しっかりとした その診断書を書いていただける病院発行の診断書ならいいですが、そうではない、えー、少し、えー、いかがなものかっていう病院が発行している診断書もあるや否かも聞いておりますので、ぜひともですね、えー、早急にですね、その母国の病院をですね、しっかりと指定できるぐらいの 方向性を、これはですね厚労省だけじゃなくて、外務省、それから法務省と一緒に、これは一日でも早く、その健康診断書が本当の健康診断書だということをですね分かる健康診断書で、しっかりと対応していただきたいと思う、時間になりましたので、すいません、健康寿命に関して、私のライフワークでございます健康寿命に関しましては、次回、すいませんけど、ご質問させていただきますので、よろしくお願いします。これで終わりりにししまますありがとうございました